人間をつないでくれるものが建築だと思っています。世界20カ国以上で建築を手掛ける日本を代表する建築家隈研吾さん。県美術館で開催中の企画展では、公共性の高いものを中心に隈建築36件を紹介しています。今日も学芸員の野中さんにご紹介いただきます。いよいよ最終回ですね。はい、今日はですね、いよいよ猫ちゃんが登場しますので、猫ちゃんが皆さんお楽しみに。猫ちゃんありますもんね。そうですね。じゃあ早速参りましょう。よろしくお願いします。第3会場で展開されるのは、これまで紹介した隈建築の模型展示などとは少し違う内容です。ズバリ、猫の視点から都市を見直すリサーチプロジェクト。自由に境界を越えていく猫の行動や視点に学び、建築を通して都市、東京の未来を提案するものです。こういう金物のフェンスも、こういうふうなこう木で編んだようなフェンスだったら、よりこうなんか猫が喜ぶんじゃないか。ポーズにして。ああ、そうなんだ。まあ、猫っていうのは一つの多分比喩であって、猫が住みよいような空間を作ると、より人間がそういうストリートとか、いわゆる路地とか、街の空間に魅力を感じて住みやすくなるんじゃないかっていうようなことの提案でもあるんだと思います。だからこそ、猫の視点に立って、そう都市を見ると、はい、他にも富山県の複合施設内をVR 技術を駆使して体感するコーナーもあります。見てください。そのまま立つと危ないんで、座ったまま。空中に浮いてるでしょ。浮いてますね。すごい。で、要はドローンの位置から360度っていうか、全体、周り全体を見渡せるっていう形になります。このほか、隈研吾さん直筆の原稿や図面なども展示されています。それぞれの土地や環境、文化に溶け込むように設計された隈建築は、日本のみならず世界中の人々を魅了し続けます。今コロナの後のこの時代、建築というものは人間をつないでくれるものだ、つなぐってことがいかに価値があるか、つながれないで一人でいることがいかにつまんなくて寂しいかってことを、今回みんな骨身に染みた状態にあると思います。その時にもう一回建築がつなぐっていう意味をみんな全員が共有できたんじゃないかなと思います。隈研吾展、新しい公共性を作るための猫の5原則は、隈研吾デザインの県美術館で3月28日まで開かれています。